河内長野市立滝畑ふるさと文化財の森センターのかやぶき屋根の民家滝畑ふるさと文化財の森センターの位置河内長野市立滝畑ふるさと文化財の森センターとは滝畑の文化財の保存、展示をおもとした施設である。旧賞は河内長野市立滝畑民族資料館で2007年5月1日より現名賞。2010年4月1日。 青少年活動センターを統合。国宝、重要文化財の建造物の保存修理には、日和田かや、漆などの植物性素材が不可欠である。現代において、日和田かや、漆などは、文化財建造物以外の一般建築において、用いられることは皆無となり、高品位材どころか国産資材を調達することが困難となっている。同様の傾向のある、 体系木材、気象木材、イグサなどを含め、文化庁ではこれらの産地を、ふるさと文化財の森として設定し、管理育成を支援しつつ、修理の際に、情報提供ができるようにすることで、保存修理での資材の安定的な確保を目指している。河内長野市では、関心寺系大林、日和田、金剛寺系大林、日和田、岩脇山蚊野城、蚊屋、仙国谷日の木林、 ひ和田の四地区が、ふるさと文化財の森に設定されている。ありがとうございます。